何見んの？さっき。え？え？マジ？半年前でしょ？何がどうしたの？いや、つまりそういうこと。あ、伊地知さん、伏黒まだ乗ってます？今から私より虎杖に詳しいやつが来るわ。あの、まずはそいつに話を聞きましょう。あの、ん？おい、何なんだよ。実はこの子がカクカクしかじかで。つまりそういうことか。ええ、そういうことよ。相手嫌がるだろ。伏黒って女子の前でだけカッコつけてブラック飲むタイプ？やめな。俺の話を聞きたくて呼んだんだよな。いつも飲んでんだよ。背が高い子が好きって言ってたな。あれ、イタドリを召喚するわ。いいわね、ユウコ。はい。憧れの人に言われたくないセリフナンバーワンなんじゃない？奇遇。交換したし、まあ大丈夫でしょ。それより伏黒、私ようやく自分の気持ちに気づいたわ。あ、私が彼氏を作るより先に虎杖に彼女ができるのがなんかムカつく。あっそう。で、京都の誰ですか？メカ丸で確定かしら。